電磁誘導の実験で用いた NS が市松模様になっているネオジム磁石の板を使ってもう一つ面白い実験をやってみましょう。この板の上に乗っているこれはシャープペンの芯です。微妙に浮いてるんですけども、わかりますかね。こうやって触るとゆらゆらと揺れますね。シャーペンの芯の主成分である黒鉛は半磁性体で、磁石に反発するんですけども、このように、この板に乗せると微妙に浮かすことができます。ちょっと落ちてしまいましたが、これは家にあった、シャーペンの芯で特別に選んだものではありませんが、多分どのシャーペンの芯でもおそらく浮くと思います。もう一つ乗っているのは、これは、これもカーボンなんですけども、これはカーボンの粉を買ってきて、これを木工用のボンドに溶かして、乾かして、固めたものです。これも半磁性体である炭素カーボンが膜状になったものですので、このように、磁石に反発してこの板の上で浮かすことができます。もうちょっと面白いですね。